高知城歴史博物館の北側にあるステージで、土佐女子中学高校書道部の中学1年生から高校1年生までの17人が書道パフォーマンスを披露しました。本来はクルーズ船セレブリティミレニアムの寄港で外国人客が多く見学する予定でしたが、強風のため着岸できず寄港がキャンセルとなりました。パフォーマンス中も冷たい風が時折強く吹きましたが、生徒たちは臨機応変に対応しながら日頃の練習の成果を精一杯筆に込めました。出来上がった作品は、古典酒をいただく高知城、土佐の文化あふれる日曜市、月の名所桂浜、そして高知は楽しいぜよと華やかに揮毫しました。すごく感激しました。この寒い中頑張ってくださいましてよかったと思います。いつも頑張ってるみたいな感じだったので、その努力の成果みたいなのが見えるみたいな感じで、すごい感動するというか、良かったなって思いました。結構トラブルとかもあって紙が浮いたりすることもあったんですけど、立ち上げた時に、いい感じの作品になったことはすごく自分でも嬉しく思ってます。外国人の方が来るって聞いてて、高知の良さをもっと知ってもらおうって思ってたんですけど、来れないってことで、それでも日本にいる方や高知県にいる方にもっと高知の良さを知ってもらえるきっかけにもなったので、よかったなと思います。来年度のクルーズ船の県内への寄港はすでに47回予定されていて、高知城歴史博物館では今後も土佐女子中学高校書道部に書道パフォーマンスで外国人観光客をもてなし、お城下を盛り上げてほしいとしています。